丸山古墳でございます。どうもここから登れそうやからね、ここから上がってみましょう。一回ここで蛇を踏んだよな。蛇を踏んでもで、どっか途中までこの宝墳の方から帰ったことあるわ。あれ蛇やったら何やろうとな。これは奈良で一番大きい古墳でございます。これがね、何にもね、宮内庁の指定になってない人がちょっとね、不思議でしゃないんだけどね、こんな大きいのが。これこのね、昭和の時代にね、石棺が2基出たんだかな。石棺が2基、で石室がね、なんか28.4メーターか、30メーターぐらいあるんです。28.4メーターだそうです。石室があったらしいんやけどね、今は入れないんですよ。中ね、中だけね、宮内庁管理になってますね。はい、ちょっと上がってみましょう。いやー、こんなん初めてやわ。いつもね、草ぼうぼうで来るからね、こんな萩山できるのかいね。全国で言うても何番目やったかね。7番目か8番目ぐらいの大きさやったかね。1段、2段、3段、4段、わからんな。1段、2段、3段、6段、6段、7段になっとるけど、ちょっとわかりませんね。ちょっと宝墳の方から行ってみましょうか。今ね、たった今、上山古墳行ったんだけど、あそこや。ブルーのシートでございます。あれ、上山古墳。500メーターぐらい東寄りになるかな。直線距離でね、眺め最高です。あの公園はね、で宝墳の方にはね、あそこに13重塔かなんか立ってますけどね、これ宝墳のね一番北側になるんやけど、塔が立ってます。13重の塔が。ここから反対のね、公園墳の方を見てみましょうか。これどういうことだろうね。ここだけ高くなってんだけど、もともと高かったんかな、これぐらい。ちょっとね、形はだいぶ変わってますね。だいぶね、昔畑になってましたから、ここは。今だいぶね、柏原市の方で今買い取ってるとかな、そんなこと言ってたけど、この周りみんなそうですよね。公園かなんかそれ言ってたかな。歩かれへんで、これ歩かれへんわ。こんな初めてや。草はどこにみんな処分しちゃったんやろか。あれね、2半年前で、ね、これちょっと陸下型でね、とってほしいことで、ちょっと歩いてきたかな、2、30メーター、この辺まで歩いたかな。ほんで、蛇を踏んじゃってね、変えたんですよ。怖いね。だからこの辺はもう1メーターぐらいの、雑草がね、いつも生えますよ。あ、来たやつかな、これ。それで、公園部の方はね、宮内庁管理になって入れない。どうなんでしょうね、この大きさ。これだけ大きい、ね、前方公園墳が、大王の墓でないしね、になるとちょっと不思議やけどね。大体その年代の一番大きいやつは大王の墓というふうにね、考え方が一般的あるけどね。どっち行くんだ、これ。こっちから行ける。ここもやっぱり栄養だいぶ土持っとるね。これは右を回られへんのかね。
あ、こうかね、こっちかね。ここにあったんでございますか、石室は。どうもそんな感じでございますね。入れまへんか。飛び上がれるかね。どこに石室あったんだろうな。あ、いたいたいた。引っかかってんな。立ち入らないでくださいか。はい、わかりました。立ち入ってあげませんか。いや、入りたいね。入ったや、入ったあかんって書いてあるから、あかんか。上がれませんか。こっち東側になっちゃうね。おお、だいぶ高いね。入ってはいけませんか。おお、これが豊富の方ね。東側はだいぶ広くね。これ昔ずーっとね、畑があったんですけど、何にも今なんか作ってないね。石室の開口部の跡でも見たいんだけど、見当たらんね。後ろは真っ暗でございます。これ左行かれへんの。あ、右上がれんね。葉っぱがつるつる滑って大変でございます。結局開口の後見は分からんな。どこなんだろう。いやいや、暗くなってきたね。これはすごいんでございます、この古墳は。これぞ古墳っていう感じやからね。あれ？さっき、こっから曲がったんやろ？あらあら、こういうかね。降りますか。ちょっとむちゃくちゃな、これ滑って、よいしょよいしょ。ここ降りますか。滑る滑る。あれだだだ、よう滑りますか。これほら、ここにも、ここにも看板が。おお、石棺や。これそうかね。すごい石やね。宮内庁所領部ですか。うわ、石棺、こんな石棺入ってたの。石棺2基で聞いたけどね、1基しか見えんか。すごいね。これ奥館ってこと？これちょっと低いんだけどね、埋まってたんかな。でこれが奥の壁。おお、すごいね。石室の長さが 28.4m、 日本最大。おお、すごい。現室の全長が 8.3m、 現室の幅が 3.6m、 現室の高ささほどないよね。 3.9m だね。 3.9m。 船頭の全長が 20m。はあ、船頭だけで2メーターあるの。幅が 1.4 か 2.5 メーター。船頭の高さが 1.3 メーター以上。すごいのがあったんですね。いやー、どこにそれがあるんですかね。わからへんね、どこか場所は。
現在地、現在地わかるけどどこにあんのよ。あーすごいすごい、すごかった。昭和14年5月23日、文部省指定。昭和14年あ、44年ね。だからその頃やわ。昭和の時代ですわ。子供たちが石棺と石碑と見つけたらしいんでね。はい、ありがとうございました。丸山古墳でございました。バカ野郎。なんとか見れた。もう真っ暗やな。もうダメやね。はい、今日はこれで終わりやね。これを一個上上がって。この辺もね、全部ね、これ滝の木のね、お家たちでございます。滝の木のね、要求されてるらしいんでね、全部こう、こんなの聞いたんやけど。これ横から見るとこんな感じですよ、これ。まあ、だいぶね、改変されたかな。なんか畑で使ったようなことを言ってたんでね、畑でね、だいぶ使われてたんでね。いや最高でございました。よく寄れたけどね。いや素晴らしい。こんな見て喜んでる人おらんねんな。はいはい、すんまへん。あ、降りてきました。マレマくん、夏は飽きませんけど、冬はすごいですよ。全部見れますわ。最高。はい、お待ちしてます。マレマくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。